それでは早速最初の質問の方してみたいと思います。お二人にまず聞くのは、どのようなきっかけでチェロを始められたかということをまず聞きます。英語で聞いて英語で返していただくので、僕がまあ 100% じゃないかもしれないんですけど、まあ、通訳するのでそれでお願いします。じゃあマシュミリアノさんの方から聞いていきます。 What's the reason you started cello? Hello? Yeah. I started to play cello because my father loved this instrument as many musicians and he gave me this little cello when I was 6 and then I started to have fun with this instrument. マシュミリアノさんのお父さんがチェロの愛好家だということで、その所有されていた、お父さんが所有されていたチェロを息子のマシュミリアノさんに5歳6歳の時にお譲りになられて、それでまあ最初はまあ趣味として始められたそうです。フービアさんの方にも聞いてみます。What was the reason you started cello? And you? Yeah, I started when I was child with piano, but after in the piano class it was no place, and they suggest me to study cello, and after I couldn't stop to practice and to study cello. フルビアさんは小さい頃からピアノの方を弾かれていたそうなんですけど、その彼女が入った音楽の学校ではそのピアノのクラスに、ピアノを勉強するクラスの空きがなかったということで、その教授、多分先生方が代わりにチェロを始められてはどうかという提案をされたそうで、まあ、そこでピアノをやめてチェロを初めて始められたそうです。それで今、まあ、素晴らしいプロのチェリストになられたということが本当にすごいと思っています。それでは次の質問をしてみたいと思います。お二人にはそれぞれ先ほどチャイコフスキーとフルビアさんにドボルジャーク2つそれぞれソロの曲、素晴らしいソロの曲を披露していただきましたが、この曲を選択されたのはこのソリストのお二方自身だということで、なぜこの曲をこのコンサートで取り上げられたのかということを聞いてみたいと思います。マシュミリアノさんのチャイコフスキーを聞いてみます。You played Tchaikovsky, so difficult piece. Why did you choose this piece? I played this piece because I love the Tchaikovsky music and because he does beautiful melodies, very melancholic and with some very fast spot and very virtuoso, that it's always a challenge. マシュミリアノさんは、チャイコフスキーがまず好きな作曲家だということで、まあ、なぜかというとチャイコフスキーの持つ独特 その美しい、分かりやすい美しいメロディーの部分と、先ほど演奏された曲には早弾きのかっこいいビルトーゾのようなそういうチャーミングな部分もチャイコフスキーにあるので、まあ、その2つのコンビネーションも本当にそこが魅力的だということで、チャイコフスキーの曲を演奏されたということでした。じゃあフルビアさんの方にもドボルザーク、どうして今日選曲されたのか聞いてみたいと思います。 You played ドボルザーク so beautiful. Why did you choose this piece in this concert? I like Dvorak as a composer. I like the melody he wrote for cello, the music he wrote for cello, and as we married 2 years ago, we chose this beautiful piece as our wedding march, and I'm in love of it, in it, totally. ありがとうございます。Thank you. フービアさんも、まずこのドボルザークの曲、本当に好きな作曲家だそうで、ドボルザークは、まあ、チェロによく合ったこの美しいメロディーを作る作曲家で、で、今、すごく素敵なことをおっしゃられたんですが、実はマシュミリアノさんとフービアさんは実はご夫婦だというそうで、その2年前のご夫婦だ、まあ、プログラムには書いてないんですけど、この2年前のご結婚された時の結婚式の時に、そのチャイコフスキーの、あ、じゃなかった、間違えます、失礼しましたドボルザークの森の静けさというチェリストのための美しい曲を選ばれたそうで、とても思い入れのある曲なので、
特別な曲を今日ここのコンサートで演奏してくださったということでした。それでは舞台の方整ったようですので、次の前半最後のプログラムとなります。ソリマという現代の作曲家が作った、チェロ80奏のための曲をお届けいたします。とても特別な曲となっておりますので、ぜひお楽しみください。じゃあこれでインタビューコーナーを終了させていただきます。 Thank you very much.